兵衛教法17年9月23日は、江戸時代の伊予国松山藩、筒井村の農民である。基金の檻に種もみを口にすることなく合死したため、後世に技能作表へと称された。下見吉十郎、松浦隆志安と共に、伊予の三能と称される。作兵は、江戸時代中期の伊予国にて、貧農の夫婦である作兵と鶴の子として生まれた。 幼少時から働き者で、どんな痩せた土地でも手入れをすれば、必ず、良い田畑となって、多くの農作物を収穫することができるはずだの、新年にのっとり早朝から、夜まで農作業に精を出したので、百姓の手本と称賛された。やがて、玉を妻として目取り、長男の作一と長女の亀、次女坊らの子宝に恵まれる。しかし、教法十七年。 西日本は深刻な天候不順に見舞われた。伊予国でも5月からの長雨で洪水に襲われ、6月になると、雲河の大発生により前の収穫は海無に近かった。農民らはわずかに蓄えていた雑穀などで飢えをしのいでいたが、やがて餓死者が多数出始めた。世に言う強法の大飢饉である。昨米は前年に、 病で妻を失っていたところに、飢饉で父親と息子を相次いで亡くした。作兵は衰弱する中でも畑を耕そうとするが、ついに倒れてしまう。倒れた作兵を家に運び込んだ村人らは、彼の枕元に麦俵があることに気づく。命には帰れないので、その麦酒を食べてはどうかと勧めたが、作兵は、脳は、国のもと、手は、脳の本です。 一粒の種子が来年には百粒にも千粒にもなります。わずかの日に生きるためだけに食してしまって、どうして来年の種子ができるでしょうか。自分の身を犠牲して多くの人の命を救うことができれば私は本望ですと述べ、麦種を一粒も食することなく飢え死にしてしまった。翌月には長女が亡くなり、翌々年に次女が亡くなったことで、作兵衛の家は絶えた。 村人たちは、作兵衛の百姓としての心構えに心を打たれ、作兵衛が残した麦酒を一粒ずつ大切に撒くことで次の年を乗り切ったという。また、この話を聞きつけた松山藩は、年貢の軽減、免除の措置を施した。作兵衛の死から45年を経た、安永6年、松山藩八大藩主の松平定生は、 作兵衛の功績を後世に伝えるために、技能と称え、彼のために石踏みを混流した。明治14年には技能人者が混流された。明治45年には、聖徳飛混流と技能精神発揚のため組織された、技能界により、技能作、表衛聖徳飛が混流された。見返り石には、元内務大臣、平田東介の死が刻まれている。 能という自分の制行に誠実であろうとした作兵は、麦種を残すことで、多くの人々の命を救った。作兵の尊い思いは、技能精神として今日も脈々と受け継がれている。天を敬する者は、天より恵まる、地に親しむ者は、地より与えられる、人を愛する者は人に奉ひらると告された、作兵の墓標がある、技能人者では、 毎年4月23日に技能祭が行われるなど、地域の人々に親しまれている。昭和56年、マサキ小学校は、技能代行を発足。豊かでたくましい、マサキ人を目指し、社会のため、人のために尽くすという、技能精神を、太鼓の心として、小学校児童の手から手へと継承している。ありがとうございます。